種の香味油や香辛料、それが全部噛み合わないと味はバラバラになる。黒木場くんが選んだ麺、弾むような弾力が特徴の楕円形のもの。幅広の麺はコクのある濃い味と合わせるのが定石。っていうことは黒木場くんは濃厚なスープを作るつもりなのかな。対抗するには私もそれに負けないような強い味を。とにかく試作を進めなきゃ。ダメだ、濃厚なスープにしようとすると味がまとまらないよ。一体どうしたら。めぐみ、あんた宛ての荷物実家からだよ。めぐみへ。秋の選抜本戦への出場おめでとう。仕事があるから応援には行けないけど頑張ってね。地元の食材を送ります。お母さん、お、懐かしいな。地元でよく使ってた食材がたくさん。お、私はお母さんが送ってくれた食材で勝負する。あそこだけ異様な華やかさだな。お、雪平、こっちだよ。どうしてうちわに名前を書くんだろうね、兄ちゃん。日本の神秘だな。ラーメン、すなわち麺、トッピング、そしてスープの3要素で構成される麺料理。また今年は無理難題を吹っかけたものですな。ラーメンは戦後の復興期に爆発的に広まった。安価で美味な上に屋台によって手軽に提供できたからだ。今やラーメンは世界に発信される日本食となった。味の奥深さやかかる手間も計り知れない。それをたった一晩でやれという。それもこの大舞台でだ。すなわちこの勝負で試されるのは柔軟性と瞬発力、培ってきた経験値、自分の力をどこまでお題に生かせるか。予選で黒木場亮が出したのは海鮮カレーだったが、本戦ではどんな品で来るんだろうな。あのスープ全部魚のアラから出汁を取ってる。カサゴやアナゴ、ヒラメにホウボウ、魚介ベースのラーメンになるのね。